腹ペコアザラシと申します。信長の野望大使パワーアップキット版上級シナリオは信長包囲網、選択大名は足利義昭、第2回を始めさせていただきたいと思います。で、一つ謝らなきゃいけないことがあります。前回の動画見ていただいた方は分かると思うんですが、まあこの後もたびたび出てくるんですけれども、足利家農民が皆兵ということで兵糧に大変大きな問題を抱えております。収入が要は極端に低いんですね、兵糧の。で、前回ちょっとって言いながらやってたんですが、8月に宣戦布告して攻め込もうとしていたんですが、やっぱりちょっと9月に宣戦布告して攻め込んだ方がいいんじゃないかと思ってちょっとやり直してます。申し訳ございません。やり直すっていうちょっとね、不細工だなと思うんですけれども、ちょっとね、初手から極端につまずくと本当に一瞬で終わってしまうようなところがあるので、特に将軍様に関して言うと、なのでちょっとここはご容赦いただきたいと思います。それでは第2回始めたいと思いますので、お付き合いいただけると幸いです。はい、それでは一月遅れになってしまいましたが、つい進行開始します。容赦はせぬぞ、わしが力になろう。はい、では進行します。統治城、そのね、信頼できるっていう言い方はちょっとおかしいですね。ちょっと頼りにできるような、そういった武勇に優れた、統率に優れた方が少ないので、もうちょっとこちらはですね、もう少数精鋭で大きい部隊で行きます。ここは無印との大きな違いですよね。無印だったら決戦においては部隊数が多い方が有利でしたけど、パワーアップキットの場合はそういうわけではないので、必ずしもそうではないので、はい、いやいやいや、なんでタイプ対象だれ、いいの持ってる人がいないな。まあよくわかんないんだけど、崩しっていうの、崩しじゃないか、ダメだ。どんどんドツボにはまる。いや、こっち大丈夫なんだよ。ただこれに足を使いたい。あ、でも一戦ってのは自身の同族勝利実施する、あんまりパッとしないと。そしたらいいか、義昭様で仏な補佐の回避で罠を回避、地形が平直で攻撃力上昇を挑発で上げていきましょうかね。はい、では補足を補充とかも選べないね、これは。では全部選んで、その変数で上位も選べない。ああ、これも重要だね。剣子は攻撃された時、ああ、これも欲しいけど、それよりも罠に当たらないことの方が大事なので、回避します。の方を選びます。では、こちら5300で進んでまいります。では、進行を開始します。もちろん武田です。山田です。同盟ですから。はい。ぶち当たります。士気が明かさらずとも揺るぎません。取ります。さっきアダコーダ言ったんですけど、ほとんど僕、こういう決戦ってあんまりしないんですよね。なので、下手くそなんですけど、とりあえず今回は、可能な限り、全滅させて、その後の、その、お城の進行、攻城戦を楽にさせたいので、ここは全滅狙いでいきます。で、陣が指揮解放する。ハリー・ゴーダ。
これをやると、はいはい。広い視界のうち範囲内味方部隊の視界が森でも通常通り。まあでもこれ全部平地だ。鳥居が移動速度上昇し、川でも移動が。で、カネの位置が、味方の戦闘が維持速度上昇。これいいよ。鳥居もいいな。範囲内、味方部隊の移動速度が上昇し、川でも移動が。これいいな。これだと、なんか、先手を取れそう。では、こちら鳥居と、範囲。これだけ、なんか範囲関係ないような感じなんだよね。ちょっとそれが気になるな。テポミス。いやー、ちょっと鳥居にしたいけど、鳥居やめとこう。先方ゲージ上がるような。これでいいでしょ。本当はね、ちょっと細かくどれぐらい効果が違うのかとか、ちょっとやりたいけど。で、一番兵数の多い義昭を真ん中に置いていきます。みんな300だね。お兄さんも、とりあえずこいつをなんとかしたい。まずは。降りた上部の降りた上部は少し引いた位置に、あ、当たっちゃった。全然うまくいかないね。ちょっとまずは引き込みたい。まずはこのおじいちゃんから行きましょう。はい。で、上部のこちらに。よし。よし。いい感じで、サクッと当てられますね。これなら強撃で一気に。何？よし。ただ強撃で一気に行けた。これもちょっと一回下がりましょう。速度は、雲隠れ。そこは藤田がこちらに当たりましょう。松倉と筒にそれぞれ当たります。よし、いけるかな。裏から筒に当たってみましょう。足利は少し下がって、鹿が少し下がって、藤高も少し整えましょう。行きましょう。勝手に壊滅しましたね。よし、あとは囲んで叩きましょう。よし、いいんじゃないか。一瞬入るでいいよ。よし、いいですね。よし、倒しました。うまく全滅できました。1600での暴走の時代。まあ、そんなもんか。まあ、なかなか来てはくれないですね。でも大丈夫でしょう。このまま落とせるでしょうから。六角形につきますよ。だって同盟ですもの。支援はできないけどね。地上18と26、まあ、大して変わらないので、兵数を抑えるために、兵数の減少を抑えるために攻撃できます。報告いたします。これより表情を行う。はい、それでは対名と論議で、とりあえずもう対名ポイントをどんどん貯めていきましょう。少しでも貯めて、早く対名を発言してもらって、とりあえず早く、もう、連合を組まないと。農兵防兵速度、これ重要ですね。
よしき進出。はい。で、発展できるものは発展させていきます。準権上重要です。準権上からです。で、進行される確率の低い内陸部の商業施設を上げていきます。では、これで進めます。剣女、そりゃ剣女の味方つきますよ。うわぁ。恐ろしい。信長恐ろしすぎる。うわぁ。マジかー、一瞬かー。一瞬で本願寺が落ちたよ。ああ、でもいいね、島佐魂。素晴らしいね、島佐魂。で、いいね。まあ、ってとこですかね。いやーでも島佐魂の加入はとても心強い。いや、武田につきますよ。でですね、今、筒井を滅ぼしたように次のターゲットを絞らなきゃいけないんですが、もう、次のターゲットにできるようなところがなくってですね、本当は畠山を落としたいんですけど、ちょっと同盟関係が結構ここも充実してるので、次やるとしたら別所と赤松になるんですよね。別所と赤松いけるかな。あんまり兵力出しちゃうと多分織田にやられてしまうので、ちょっとここは我慢したいと思います。ただし兵糧をしたいので先制だけします。同様に赤松も先制できる、もう敵方につくと先制します。同様に姉がコーチにも戦略国です。容赦はせぬぞ。手を貸しましょう。さらに徳川、もう徳川なんか全然味方になるわけがないからね。はい、4000と46000、素晴らしいですね、兵糧が、はい、報告いたします。で、織田にも宣戦布告したいけども、向こうから攻められたら瞬殺されてしまうと思うので、こちらからはまだ喧嘩売れません。とりあえずやれることは寺領内の部隊を寺領内をもう歩兵をどんどんかましていくことですね。信綱先生はちょっと新しく入った統治上行ってもらいましょう。で、いいえ、この方も武勇が73あるので、なるべく機嫌を取っておきたい。先ほど信綱が二条御所の軍を率いてくれましたが、今後は島佐魂がそちらの役割を担っていただくということでお願いしたいと思います。はい、こちら茶屋町あんまり作ったことがないからもういらないです。とりあえず承認まして、あとは準権上ですね。とりあえずこの準権上だけは重要なので、で宿場町とで置ければ梶村と、その前に発展できる設備を発展してきます。特に準権上ですね、もう発展、もう準権上の発展はもう最優先で進めます。はい、ではあと進めてまいります。何人か多分裏切るような人たち出てくると思いますけども、仕方ないです。今見たらもう結構赤い人もたくさんいたので、そんな人に構ってられません。進めてまいります。はい、それでは第2回放送にお付き合いいただきありがとうございます。やっぱり8月進行よりもね、9月進行の方が援助の米が多いということで申し訳ないんですが、少しやり直させていただきました。元でも申し上げております通り、ちょっと兵糧がね、本当にきつい。本当にきつすぎるんです。で、あともう信長が怖すぎる。もう
どん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 進行を開始して、いつその矛先が我が将軍家に向かってくるか本当に怖い。もうね、隣ですもう宣戦布告、宣戦布告ってあんな風にねされちゃうと、もうこっちはブルブルですよ。それでは進行先にも苦慮している将軍家ですが、この後どう進むのか、また第3回でお付き合いいただけると幸いです。それでは本日ご視聴ありがとうございました。